すごい、スプリンクラーみたいな感じ。雪はそんなに降ってないけど、こんな線路の上をね、すごい、水がめちゃくちゃ出てるんだね。なんかこの感じ初めて見たな。わあ、すごい。あれってなんか井戸水かなんかなのかな。これ線路をね、水でこう雪を溶かしてるような感じなんですよね。あそこ見えてるのね、長岡駅のホームですね。はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日2023年1月10日になります。火曜日、僕まあ火曜日が休みなんでね、今日はね、新潟県長岡市に来てますよ。駅の近く。おー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 、なになになに、多分一時休憩が来るね。ちょっと見ていこうか。来ましたね、水上行き、群馬に行くやつですね。上越線129系ですね。もうこれぐらいしか走ってないですからね。水上まで行くんだよね。水上確か群馬県だと思うんですよね。だからあそことか通るんじゃない、水上って。いいんだよね、水上。そうだよね、土合駅とか通るのかな。すごいね、水出てんの、これ初めて見たな。今日はね、長岡でパワースポット巡りと言って、神社を巡ってたんですけれども、まあ、ちょうどお昼過ぎぐらいですかね。今ねお腹が減ったんでね、どっかで食べようと思ってるんですけど、ラーメンポワルって初めて、なんか面白いですね。以前ね、あの配信の時におすすめされた中華屋さんにね、今日は行ってみようかなと思うんですけれども、桔梗屋っていうの、桔梗屋、この近く、今ね駐車場そこに止めてですね、まあ、この以前に放送した、ホテルグリーン、ニューグリーンのね、ボブの並びだと聞いてたんで、多分こう、おーあおおおおおおおこちらこちらです。木村さん、はい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 、定休日やってません。マジか。わー、食べたかったな。お前ね、配信の時におすすめされた中華屋さんなんだけど、麻婆豆腐がめちゃくちゃ美味しいなんて言ってたんですけど、なんかすごい麻婆豆腐の素とか売ってるんだね。わー、やってないんだ、残念。せっかくね、 Go to eat の件、これも使えるお店だったんだけど、まあやってないのはしょうがないですね。じゃあまあ久しぶりにね、ボブ行っちゃいますか。ボブレストラン、ボブね、せっかくなんで、まあ、久しぶりなんで行ってみようと思います。すぐ近くですね。まあ、先ほどの桔梗屋さんからは同じ並びですね。まあ、長岡駅からすぐ近くですね。5分かからないぐらいのところにね、ホテルニューグリーンっていうのがあって、その1階なんですよね、レストラン。僕、おー、日替わりランチちょっと値段上がりましたね。前はね670円だったんだけど、さすがにねこういった時代なんでですね、750円上がりました。柿フライ青のり風味、これにしましょうね。すごく雰囲気のあるいいお店ですよ。すごいいっぱいあるんだよね、種類ね、本当にいっぱいある。みんな安いんですよね、すっごくね。僕はね基本的にいつもランチにします。すごい渋いですよね。一番奥の席、初めて来ました。一番奥の席にしてみましょう。はい、先にスープがやってきます。うまそうだね、卵スープっぽいかな。卵スープだね。早速冷めないうちにいただきましょう。すごい、コンソメだよね、コンソメにかきたまみたいな感じ。到着です。うまそう。まあ、なんかでもちょっとわらわらってなっちゃうね、画面が。これ多分ね、この電球がね多分反応しちゃうんだよね、多分ね。 LED だと大丈夫だと思うんだけど、まあいただきましょう。
うまい。このね、何でもない白いパスタが何気にうまい。すごく。このサラダもね、綺麗ですよね。すっごく。本当にうまい。マジでうますぎ。これはすごいね。最高でした。はい、食後はコーヒーゼリーでしょうかね。あとコーヒー、これもね、美味しいんですよね。最高でした。あの GoTo 使いました。GoTo っていうかこれ、このね、お食事券使わせてもらいました。まあ今月いっぱいだからね、まだすごいたくさんあるんだけど、2枚使ってみました。1000円ですね、約。はい、最高ですね。やっぱりいつ食べてもね、ここ本当にめちゃくちゃおすすめですね。そしてね、あのあそこの駐車場に入れれば、1時間無料です。なんだけど僕はあの中華料理屋さんに行くつもりだったからニューグリーンの、ね、僕に行くつもりじゃなかったから、別の有料駐車場に止めちゃったからなのでそこでちょっとお金払わなきゃいけないですけど、
でも本当に満足です。いやー今までそうだね 5,6 回来たかな、あの動画を撮ってない時も何回もあるんで、動画は多分3回ぐらい上げたかな、とってもうまい、本当にすごい美味しいです。はい、おすすめです。はい、まあちょっとね今日この後長岡をぐるりと、楽しんでからね帰ろうかなと思います。ちょっとね中華屋さん残念でしたけどね、行きたかったんでね、あのおすすめされた桔梗屋さん、またの機会にね、来てみようと思います。はい、まあこういったですね、何かを食べたり、ラーメン食べたりそば食べたり、いろんな動画上げてます。はい、そしてあとパワースポット巡りといってね、神社とかに行ったり、いろんな動画、新潟県内が多いですけどね、いろんな動画上げてますんで、ぜひね、ご興味ある方チャンネル登録、グッド評価、コメントなどなど入れていただけるととても嬉しく思います。今日はね新潟県長岡市からお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。髪の毛が、はい